全日空は来月から羽田発の中国路線を3年ぶりに再開させると発表しました。全日空は来月1日から新型コロナの影響で運行を休止していた羽田・北京線を週5往復で再開させます。また、上海線についても毎日1往復ずつ運行を再開させます。日中の水際対策が緩和され、 需要が回復していることから決めたということです。全日空が中国路線を再開するのは2020年3月以来およそ3年ぶりです。日本航空も今月から北京や上海との路線を3年ぶりに再開させています。中国からのインバウンド消費の回復が期待されています。